皆さんこんにちは、ハヤトです。今回は信長の野望大使パワーアップキット織田家編をプレイしていきます。三好長慶亀山城33日後に来るみたいだね。信長隊は、稲葉山を落とすまであと54日、ちょっと落ちきらないね。信長以外の兵で亀山を返すのか、それとも信長隊を差し向けるのか、どっちかだね。信長隊結構痛手を被っているようにも見える。稲葉山を落としたいな。でも万が一にも亀山取られることがあると亀山取り返すの多分ほぼ無理なんだよね。だからここは絶対勝たなきゃいけないんで、一回騎乗しましょう。信長で返します。ここは取られたらね。亀山城狭い城なんだよね。我が領内に敵が迫っております。受刑時49,800。これは辛い。これは辛いな。これはまずいんじゃないか。ちょっとここで3万人で当たれば勝てるんだけど、46日46か、こっちが30。いやまあなんとか大返しやれば間に合うか。大返し木下秀長が右北条入ってるんで、木下秀長に籠城させよう。最悪3万人で出るしかないな。兵糧85,000。まあ領内で戦ってる分にはなんとかなるかな。亀山目標だと到着まで12日なんで、あと半月してから出ます。あ、足利対朝倉、頑張れ朝倉。足利強え。待って、金ヶ崎取っちゃったんだけど。嘘だろ。そろそろ出ます。あと何日だ。あと23。もう出ていいね。出るぞ。目標は亀山城。こっち3倍兵力差で当たれるんで、まあ信長じゃなくてもいいな。12,200対4,200で当たれるんだったら信長隊でなくてもいいんだけど、まあ信長で本体出して両方対処しようか。一回帰っちゃったからね。稲葉山を悠長に殴り続けることはどうせできなかったでしょう。最善の舞台で出たいね。これで、5000人削られても2万9000人は維持できると思います。で、兵種なんだけど、敵の裏を取る部隊を一つ用意したいね。勝家隊を騎馬にしましょう。この攻撃に特化した部隊だね。頼んだぞ勝家。よし、出ます。まずは三好長慶の三好軍を、亀山で蹴散らします。これは、おそらく回戦なしで、倒せるはずです。まあ、人数差がかなり出るからね。打ち破った後、本当だったら長野城まで行きたいんだが、まあ行けないね。ちょっとね、今川来るからな。三好にはやりたい放題させるしかない。今は反撃しながら、幸いなことに亀山城をさ、なんとか早いうちに取れたからね。亀山でもう何回も防衛してるね。さ、先に集結できたぞ。かかってこいよ。34,000。兵糧がすごい勢いなくなる。早く来てくれ。急いでくれ。今川も来るんだよ。今川も。当家との申し出は断られました。足利家との親善を取りやめます。どういうことだ。どういうことだね。あれ、なんかまずい。ひょっとして足利家との親善が、あれ。足利敵視されてるかも今これ。まずいな。まずいなこれ。なんでだろう、わからない。足利と仲良くできなくなりつつある。まいったね。取引を行いましょう。米買います。はい、よしよしよし、いいよ。闇取引まだ入ってるからね。他には刈太郎関のためにちょっとポイント残しとこうか。敵地にも入ると思うんで。今川軍と戦争がいいね。さあ三好軍44,000なり。しかし亀山なら3倍兵力差で当たれるのだ。山城にこんな大軍で攻め寄せてきよって、間抜けめ。はい、1900人で2万3000人倒しました。オッケー。さあ急げ信長、大返しだ。間に合わない。もしや間に合わない。ひょっとしてこれ、あ、1日間に合わないこれ。くそー。1日木下秀長に、籠城させます。先着じゃないから、ちょっと戦場不利になるな。足利義輝朝倉山行ってんだけど。滅ぶけど朝倉。浅井に背後疲れることなさそうだな。滅ぶぞもう。あれ、あ、強い。足利がすんげえ強い。こんな初めて見たかも。さあ来たぞ。籠城だ。しっかり守れよ。1日守ればいい。無理するなよ。
信長来るぞ。さあ来た。あ、四季なさらずとも我らの勝ち揺るがないって。右方城の人数補正で勝ったね。じゃあこれはこれね、四季取ってもいいんだよね。四季取って全滅狙いとかもあるんだけど、まあ取らなくて天も人もいい戦は、はい、3番に殺さねえ。これで相当今川軍の人数を削れた。今川軍じゃないな、武田軍だなほとんど武田の援軍なんだけど、おかしいでしょ武田の城がガラガラになってる。うまいことやるな。今うちはさすがに武田に攻め込むことはできないんだよ。素直に稲葉山行こうか。ここはね、ちょっと本当だったら東行きたいんだよ、兵減ってるから。でもここで欲張ったら良くないと思う。ここは我慢。もう亀山も我慢だし、ウフオも勝っといて攻め込めないのは悲しいが仕方ないね。まあ、稲葉山がとりあえず取れれば嬉しいかな。ダメだ、足利と親善できない。足利家との同盟期限あと1ヶ月だって来るよ来ちゃうやつだこれ。今接してないんだよな。足利と仲良くするの不可能か、これどうするんだこれ。まいったね。闇取引入ってるんで、また兵糧を行いましょう。よしよ、軍馬も買っておこう。親善できないな、同盟なのにね。感情もいいんだけどね、もう単純に勢力拡大してるせいで危険視されてるんだね。どうしようか。武田ともやっぱり仲良くできないね。婚姻相手の戦争国だから。あまり仲良くできそうな国はない。足利が六角攻め始めたら、六角について足利殴るしかないな、もう。最悪のやつだ。さあ、稲葉山にまた着いたぞ。強行で152日。長いんだよ。まあ、多分、しばらく殴ってれば交渉出るんじゃないかな。出たね。よし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 。いいよ。さあよく考えろよ、誰につくのが得策か。兵が逃げ出す頻度がアップデートで変わったらしいんだけど、足利が山名に着いた。じゃあ俺たちは足利家についてみるか。はい、力を貸してやろう。これで親善できるようになるかな。味方してやったぞ。志果たさして遠くて軍は出ないが、将は終えられぬな。国衆将兵、えまたまたうち来るの三好もういいだろう。さあ使者を立てるぞ。ここは信長自ら出るよりも猿に、あ待て待て、南攻防展開で行ってみるか。相性もいい。こういうやっぱり外交事は坊主に任せるべきなんだよ。いい直ちか、私は織田家の南攻防展開。もう違和感しかないけどなさあ城主交渉の、確率もちょっと調整があったみたいだね。ちなみにまずは城主投稿ちょっと、はい。なあダメか、全面開放でどうだ。講和会場でもいいかな。講和会場でもいいかもな。もしかしたら稲山まで行くんだったらまだ続けてもいいけどな。どうせ西は行けないから講和なんかしないで今川攻め続けるか。全面解放だ。ダメか、仕方がない。包囲に変えます。2ヶ月かけて、包囲しましょう。しょうがないね。兵糧が、ちょっと待て、兵糧が食う。じゃあ狩り太郎好きしよう。天も人も俺に背くことは許さぬ。今度は足利、あ足利六角始まったよ。どうすんのこれどうしよう、どうしようかな、これ微妙だな。六角家が滅ぶと足利と接してしまう。ただ六角についたら足利との同盟は切れる。これね、足利について足利と仲良くしても隣接した瞬間に敵視されて結局同盟維持できない可能性あるんだよね。六角家に組みして六角の城の上で足利軍を追い払い続ければ一応合掌はされないと思う。微妙なとこだと思う、正直。難しいな。すでに親善断られてるんだよね。もう敵だって思った方がいいんだとしたら、六角について六角の城の上で足利殴る、手切りして、それすればまあ一応対面を使われることはないんだよね。これで足利が六角の城取っちゃったらもうアウト。次の月ぐらいに包囲も敷かれる可能性がある。ただ山名足利戦で足利についてるから足利家と戦争できないかもな。そう考えたら足利だね。六角につくだけ無駄になっちゃうからね。苦しいな。まあでも稲葉山まで来てるから、その前よりはなんとかなる可能性はあるのかな。足利につこう。もう多分山名戦で足利に味方してるせいで、さっき言った六角の城の上で足利家追い払う作戦は多分できないんで、
あ、でも婚姻関係の浅井は六角についてる。何これ、どうすんの。同盟の足利はこっちで婚姻の浅井六角なんだけど、あれどっちだこれ。これどっちも普通だったら不参戦なんだけど、不参戦って結局どっちも不義理になるんだよな。お市が人質に出てるから浅井と敵対したくないが、足利につけば足利との同盟延長できる可能性はゼロではないと思う。きっと足利につくべきだろう。俺たち織田家は将軍家にお味方いたすいや、やっぱあの包囲網は無理。足利につく力を貸して。やはりな、将軍家に弓飛行など愚か者のすることよ。我ら足利将軍の足を舐めさせていただく。ペロペロ。武田信玄解明だって。はい、解明してください。はい、春信は出家し信玄と合しました。領内の安定に仏教勢力の手を借りるための出家でした。天下を得るためであれば鬼にでも仏にでもなろうではないか。さあ、次に武田春信が武田信玄になって本領発揮です。本領発揮の瞬間に雪降ってっけどお、清須同盟だ。桶狭間の戦いで今川義元が討ち死にしたことは、長く忍従の日々を強いられてきた松平家にとっては千載一遇の好機であった。ついに同盟来るか。その好機を逃さず、父祖伝来の地三河岡崎城で独立した松平元康ではあったが、遠江駿河に未だ健在の今川家と義元を破り勢いに乗る尾張の織田家を同時に相手にする力はなかった。さあ、どっちにつく。たぬきよ。さあ、来たね、竹千代。家康の幼名だね。幼い頃の名前だね、竹千代。さあ、なぜすぐに俺の元に駆け込んでこなかったのだ。そうだよ、もっと早く来てくれよさあ、どうする。貴様がそのような小芝居をすることで天下に己が偽証たることを示そうとしているということもな忠誠心を示そうとしたんだね。俺の次の天下人、貴様やもしれぬな。そう、名役の方はお任せくだされ。頼んだぞ。これで対今川がちょっと楽になるのか、なるのかな。清須同盟、はい、これで仲間が増えたぞ。足利家との同盟期限切れになりました。報告します。なってしまいましたよ。先月の終始です。なっておしまいになり上がりました。これより表情を行う。やばいな。代わりに味方が一人増えたぞ。でもなんとか頑張ろうなんとか頑張るしかないな。当家に使いたいという浪人が名乗りを上げております。はい、かたじけない。いいよ。日野城に向かってるのは こんなとこから来んの。朝倉山を取ってしまった足利義輝軍が向かってくるらしい。朝倉一条谷は守ったんだね。すごい飛び地取ったんだね。そして義輝はなんであそこ取ったんだこれ。そして、31,500人、三好の軍が来てるね。これはほっといても大丈夫なのか。進軍してくる様子はないね。なんでだろう、何警戒なんだろう。交渉。足利家、相手の大名から敵視されています終わったな終わったな。これそうきたか。これはもう耐えられないな。しかし家康との間に、幸いなことに、いや待て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 、これ終わるぞ、これ終わる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 。だってもう武田と接してるもん。九条八幡右方を取ったせいで、これ包囲網敷かれたら武田軍が攻めてくる。武田朝倉三好に今川か。稲葉山と岩村まで取ってしまえば今川は来ないな、徳川のおかげで。うわー、これはすっごい辛いぞ。武田信玄が攻めてくる。これが来るの冗談だろバカな。まだ幸いしばらくはかかるだろうから、日野が落ちるまで準備を進めよう。今川が混ざらないように、今川の城をとりあえず全部取っとこう。ほいすぎだ。あ、もう十分急いでるんだけど。あー、偽物買いやがってよ。他に仲良くできる相手いないのか。いないよな。今更だが。かしこまりました。みんなと仲良くするんだ、みんなと。かしこまった。もう弱小勢力でもいいので。
承知いたしました。交渉できるところ全部と同盟を結んでいかないと、これもう一生続くぞ包囲網が。地獄地獄すぎだろ。できることがない。工作、外交工作は武田家に一人裏切りそうなので、でも武田とは仲良くしたいんだよね。足利家と交戦状態に入ったら足利家から引き抜きをやろう。くそー、まだなのか。あと50日、やばいな、これ稲葉山が硬すぎてつらい。急いでくれ。さらに兵糧がやばいんだよな、これ。何がやばいって、包囲網を打ち破れるだけの兵糧がない。まだ1月なんだよね。六角が何かの間違いで足利軍を打ち破ってくれればいいんだが、今川との戦が長引いて民が疲れている。うるせえ、今からもっと疲れることになるからな。悪いが進展できないかな。足利無理なんで、我々との係を閉ざしています。え、もう敵視どこじゃないんだけど、めちゃくちゃ仲悪いな。非常にまずい、非常にまずいし、どうしようもない。やばい、本当に本当にやばい。まあ、美濃を取れたのはでもプラスの要素だね、一応ね。まだなのか。あと12、あと12、もちろん。使いの者が来たようです。今川家より交渉の申し出、なんだ。講和をしてくれ、無条件。やだよ。稲葉山よこせ。稲葉山。我が領内に敵が迫っております。いやー本当、許してくれ氏真、許してくれ。許されんな。よし、オッケー。乱世が望む俺の天下。稲葉山取ったぞ、ついに。長かった、亡き親父殿の城。かたじけない。で、31,400人か。お、清須に来るみたいだね。末盛通過だ。狭いところがないな。信濃、ここに行けば23,000で当たれるのかな。相手は何人なのこれ。59日もかかる、今川軍。そうか、こっちから兵出してるんだね。厄介だな。ここで停戦したいね。ちょっと交渉してみよう、今川と。もう停戦していいんで、講和交渉します。岩村邪魔だけどね、一回ちょっと準備をしたい。ホイモの兵糧も貯めたいんだよね。バラします、起床します。お、あ、来た、岐阜城イベントだ。稲葉山城を解明するイベントだね。じゃあここを本拠にするか。結構ボロボロになってしまったが、信長が陥落された稲葉山城の城下町は当時井の口と呼ばれていた。井の口、さあ岐阜へ。これよりこの町は岐阜と呼ぶ。城も町も俺のものとして作り直す。俺の天下はここより始まるのだ。始まるといいけどな、天下布武。ちょっと終わりそうなんだよな、今回一番やばいぞ。もし包囲も始まったら、いや始まるんだけど、足利対、足利対山名がやってるうちは大丈夫なんだよね。先月の終始で一応味方って扱いになってるから、あれが終わったらおしまいだ。あ、志が変わった。天下布武、うつけの野望から天下布武に。どうなった。足軽レベルが1上がる。来た。宝給が安くなる。これで足軽配備できるね。で、農兵ゼロかつ足軽2000以上の拠点を5個以上所持すれば、あ、兵糧が増える。来た。これはでかい、これはでかいよ。でも農兵ゼロにするの何ヶ月かかるんだ。鉄砲装備した部隊の攻撃力が上がる。あー、いいね。農兵の収める兵糧が減る。あー、兵糧が減る。ちょっと待って、兵糧減るけど、楽一楽座は成長速度が上がる。金銭出資2500以上で証券影響力が上がる。15以上の証券進出すれば進出がしやすくなる。証券独占はできなくなる。結構特殊だな。さあ、方策を実行です。何とか
特に今すぐ欲しいのはないね。戦争用の対面ポイント残しておきましょう。陶器に使いたいという浪人が来ているようだ。あ、来たー、ギリ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 のタイミングで間に合ったみたい。あの稲葉山城が岐阜城に仕官してきたギリのタイミングで、あと1ヶ月遅かったら今川に取られてた武田半兵衛。これは嬉しい。ギリだよ、ギリ。ほんとギリのタイミングできた。いいぞ、長生きしてくれよ。先方が多分すごく強いと思う、孔明。三宝持ち。あー、すっごいな。いや、片付けないことです。ただ問題はやっぱ兵糧なんだよね。人材もそうだが。半兵衛がそのまま岐阜に入ったな。そのままでもいいな。さて、どうしようか。はい、というわけで念願の稲葉山城をついに手に入れました。いやー、でもね、足利との同盟がもう切れてしまったので、次は、今川の脅威が去った次は、ついに本命の足利対策をせねばなりません。おそらくもうね、敵視されてるんで戦争しなくてはならないと思うので、なんとかしてここを乗り切っていきましょう。というわけで今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。続きを見たいと思ってくださった方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。